西日本豪雨の影響で県内外の農産物が流通する市場でも入荷量が減少しています。さらに続く猛暑で影響が長期化する恐れも出ています。市場には今朝もたくさんの野菜が運び込まれていますが、入荷量は去年の同じ時期と比べて8割ほどに落ち込んでいるんだそうです。ナイロン袋にこの入った部分は松山近郊で作られておるネギで、この段ボールに入っておるのはあの南陽方面からやっぱり来られてる、持ってきてもらってるネギですね、はい、比べてみますとやはり半作。今の時期、愛南町や伊予市が主な産地となる青ネギは洪水の被害はないものの、大雨で根腐れを起こし入荷量が半減していました。小松菜やほうれん草といった葉物野菜も根をやられてるとか、あと今度の今の猛暑、そういうところでやっぱり荷物は激減してますね。豪雨に加えてその後の厳しい暑さのダブルパンチ、仕入れ値は野菜全体で2割近く高くなっているといいます。一方、今後品薄になる恐れがあるのが中予地域がメインのナス。これから実になる花が雨で流れたと、8月入って少ししてくるとその部分が減少してくるんじゃないかなというのは見方はしております。水が出てる？ない。全滅。水没して全滅する。全滅。大洲産のスイカに壊滅的なダメージが出ている果物類ですが、やはり土砂崩れで園地が大きな被害を受けた柑橘類の今後を心配していました。一番いかんのはその農道が崩れててね、そこ行けないと。黒点病っていう病気があるんですけれども、この部分がやっぱり今年の場合にはちょっと出る可能性があるということで、収品率がやっぱり減る可能性がございますね。直接みかんの木に被害がなくとも病気を防ぐ防除作業などの手入れができないとの声が生産現場から聞こえているといいます。もう心配ですよ、これはね、本当にね、もう柑橘王国なんでね、もう愛媛って言ったら柑橘なんで、もうその部分はね、もう一番心配してます、はい。